ブルアカアニメ、話題にならない。つまるつまらないとかじゃなくてもはや誰も話題にしてない気がする。ちなみに俺は世界でも数少ない原作未プレイなのにアニメを楽しんで見てる人間の一人だわ。ゴアのラーメン屋爆破にムカついて一瞬切ろうと思ったが、未プレイソシャゲ原作アニメなんてこんなもんだろ噛んで見てる。今期はアスト四天王に入ってないからええやん。ニコ生アンケデイチが50代ってなかなか見ないよな。最近だと何があった？ゲームとアニメは面白くする部分が違うっちゅうことやね。そもそもソシャゲアニメで跳ねたのってケモフレしか知らんわ。作画も微妙なんだよな。ゲーム内の絵よりなんか悪いというか一昔前というか。ちなみに解釈違いのセリフは星野が変わったのは私が来たからかな。お冗談っぽく言っただけや。草生える。見たけどツッコミ不在だから普通に滑った感じになってるな。ラーメン屋爆破の方がやばいやろ。あれ先生は冗談で言ってツッコミ待ちだっただけだよな。そんな切れることか。ゲームの方はあれののみのセリフだし先生になぜか改変してるから原作通りちゃうよ。メインキャラたちの寄せ集め集が半端なかったな。スマホゲーのアニメ化で成功したやつの方が少なくないか。なぜか低予算アニメなんだよな。プリコネは1話であっこで派遣やなってわかったんだけどな。話題にしまくってて草、ブルアカ人気すぎてアンチの嫉妬が止まらん。ブルジはガールズバンドくらいに夢中だからな。そもそもゲーム原作のアニメで成功したのは存在しないんだよ。下芸以外はちゃんたまのアニメはわけわかんなくて面白かったな。スマホアプリアニメの成功例だと思う。ゲームの CM は面白そうなのにニコニコだと結構再生されてるけどもう失敗扱いなん。そもそもエデン条約編とかバニーガールイベントでキャラがバズらなかったら結構危なかった印象だから初期の話をやっても面白くないと思う。信者の用語がひどすぎる。面白さではシャニマスの方が下だけどシャニマスは信者がちゃんと現実受け入れてるぞ。女先生にしとけばこんなクソアニメにはならなかったんやで。派遣アニメになるはずだったのに。次回予告のとこだけ好き。円盤20万枚売るとは何だったのか。信者に設定聞いたら逆ギレされるのくさ。意味わかんねえよあいつら。アクティブユーザー減ってるらしいな。いつの間にカクカク対象がシャニマスになってるのくさ生える。便利屋のところほんまにつまんなくてびっくりしたんやけど。あー馬はアニメがそこそこ成功したのか。何が良かったのだろう。アニメが先じゃん。キャラ絞ってスポコン。どういう街なの？どういう学校なの？なんで戦ってるの？頭についてる何？なんで耳生えてんの？などなど世界関係の疑問が何一つ説明されなくて挫折した。美少女動物園とも違う新たなアニメの形を示された気分だ。それはゲームでも説明されてない。わろた。中学の時にみたいな話に対してこの女の子たちに中学生時代なんてあったのって反応がネットで話題になってたのは笑った。ヨースターがアズレン失望して自社制作したらしいがこのありさまなら普通に委託した方が良かったな。仕方がないこととはいえ登場キャラを絞ってしまったのもまた敗因の一つではないかと思う。まあ敵味方合わせて登場させてる方なんだろうけどもソシャゲで出しまくってるキャラ数を考えたら全然足りないよね。新規にエデン条約いきなり映像化されてもポカーンやろ。原作が面白いから期待値高すぎただけでプリコネ HQ よりは余裕で面白いよな。マジで色同人の話しか聞かないコンテンツ。